ただいまから第35回内閣総理大臣と都道府県議会議長との懇談会を開会いたします。議長の皆様にはご多忙の中ご出席を賜りありがとうございます。最初に岸田内閣総理大臣からご挨拶申し上げます。はい、本日は各地域で住民福祉の向上にご尽力をされておられます、都道府県議長、都道府県議会議長会の皆様方から、直接ご意見を伺う機会を持つことができましたこと、大変嬉しく思っております、この機会に皆様と共に取り組んでまいりたいことについて申し上げさせていただきたいと存じます。まず5類感染症に移行した新型コロナについてはウイルスとの戦いに最大限の努力をしてくださった皆様方に改めて厚く御礼を申し上げます。引き続き万全の備えをしながら皆様方と共に経済再生に向けて取り組んでいきたいと考えております。次にマイナンバーカードですが、一連の紐付け誤りを重く受け止め、政府一丸となって総点検、再発防止、国民の不安払拭のための丁寧な対応を強力に推進することとしております。総点検については政府内にマイナンバー情報総点検本部を立ち上げ、総点検を実施いたします。本年秋までをめどに行うこととしておりますが、自治体等の負担にも留意しながら進めてまいります。各都道府県においても国と連携して必要な対策にしっかりと取り組んでいただきたいと考えております。なお議長会の皆様からご提案いただいてきた地方議会の位置づけ等の明確化については本年4月改正地方自治法が成立いたしました。今後地方議会の活性化策が各地域で展開されることを期待しております。その他少子化対策など我が国はさまざまな課題に直面しておりますが、現場の声を伺いながら皆様と共に一つ一つの課題に正面から向き合ってまいりたいと考えております。本日の懇談会においても忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いであります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。次にご出席の議長の皆様を代表して全国都道府県議会議長会会長山本富山県議会議長からご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお願いします。会長の富山県議会議長の山本徹でございます。本日は災害対応とお忙しい中このように懇談会を設けていただき誠にありがとうございます。記録的な大雨によりまして全国広い範囲で災害が発生しております。政府の力強いご支援よろしくお願い申し上げたいと思います。さて先の通常国会で今ほどお話がありました通り地方議会の役割を明確するための改正地方自治法が成立いただきました。重ねて厚くご了承申し上げたいと思います。今回は創立100周年を迎え一昨日新たな100年に向けて住民自治の根幹をなす地方議会としての役割を果たすため全力を尽くしてまいることを宣言いたしました。岸田総理から今ほど期待の言葉をいただきましたけれども今後各議会が議会の審議や議会活動のさらなる改革に努め活発な政策議論や政策立案の取り組みなど住民の方々にご理解いただけるようしっかり取り組んでおられるようでございます。私たちは今人口減少、少子化対策、物価高騰、デジタルトランスフォーメーションの推進など社会経済情勢の変化に伴うさまざまな課題への対応を求められております。本会ではこれらの課題解決に向けた決議提言を取りまとめたところでございます。私から1点だけ申し上げたいと思います。総理にもぜひ一度お越しいただきたいと思いますが
私の地元の富山県高岡市では、仕事と子育ての両立や女性活躍に積極的に取り組みながら、コロナ禍にありましても成長を続けてきた企業がございます。経済の底上げや雇用の創出を図るためにも、地域経済を支える中小企業ののぶとい活力の向上に向けまして、取り組みを一層推進していただきたいと存じます。この後、各ブロックの代表の議長からご発言させていただきますけれども、地方の願いや思い、現場の声を聞いていただければ大変ありがたいと思います。本日はどうかよろしくお願いいたします。